こんばんは。コンビニの高級ラーメンの時間でございます。今までね、この一風堂のラーメンと、この昨日はこの美味しい美味しいすみれを紹介してきました。今日は3つ目、三等価っていうらしいですよね。こちらの方がさらにこの味、店味旭川豚骨塩ということで、白湯の塩味となっております。こちらの方をいただいてみようかと思います。もう食べた方いらっしゃいます？こちらの方もね、この3兄弟と言っていいのかな、300円弱、270円くらいだったと思うんですけどね、1個ね。結構カップラーメンにしては高級の方ですよね。じゃあこれをいただいてみます。はい、ではまたね、内容物から説明させてもらいます。こちらの方、蓋を開けると4つ袋が小さいのが入ってます。中のラーメンはね、こんな感じでございます。まあ片手サイズですか。これでお腹いっぱいになるかなと。ちょっと細麺という感じがしますね。はい、これですね。で、液体スープはお湯を入れた後、この上に置いて、直前で入れるということで、旨味を増してくれますね。で、次、火薬ですよね。火薬には梅干しも入ってますね。袋の中に袋が入ってて、梅干し。で、楽しみなチャーシューでございます。粉末スープがこの味の秘訣、塩味をしっかりと際立たせてくれるということでございます。はい、じゃあお湯ができましたんで入れていきます。じゃあ、あとね。はい、お湯を入れましたけども、ちょっとね、火薬入れるの忘れましたね。火薬入れないと。いや、火薬って絶対お湯の前に入れた方がいいですよね。失敗しました。これ入れて、で、この火薬、メンマとかが入ってます。あ、ナルトが入ってるじゃん。珍しい。で、梅干しがありますね。梅干しも入れちゃっていいのかな。で、チャーシューなんで、でかいのをこうやって入れてあげます。こうやって閉じて、この液体スープで蓋をするというところでございますね。はい、ということで5分経ったんじゃないかなと思って開いてみますね。ふわーっと、おーっと、いい香りが広がってきます。そこにこの液体スープをジョキジョキと入れていくわけなんですけども、どうでしょうか。うわー、あ、これね、液体スープを入れた瞬間に香りがこう上昇気流に乗って顔面にね、鼻をついてきますね。いやー、嬉しいな、これ。混ぜちゃえ。おー、これ混ぜると、その、あ、麺のね、こう、なんですかね、油が全体に回って麺を絡めていくところ、この、あ、ナルトがね、やっぱラーメンはナルトでしょ。昭和生まれの私としてはナルト、まあ漫画でね、ラーメン描くときも松本零士さんもナルト必ず描いてますからね。うん、いいな。よし、これで十分と麺、あ、もう食べたくない、しょうがない、食べたくてしょうがない。わーっといい香りしますよ、これ。この三等価ね、どこのラーメンなんですかね。まあ、いただきます。おお、スープすごい美味しい。この黄金色に光ったスープ、もうね、見えますかね、映像で。あー、美味しいな。うん、こっちの中耳炎も4日目でだいぶ痛みが引いてきましたね。しっかりと噛める美味しさ、美味しい。やっぱね、食べる喜びっていうのは人間なくせないですよね、本当に。ある人がこう言ったんですよ。食べ物が美味しくないっていう、これほどの悲劇はないというね。食べ物ってだから美味しいんですよね。ラーメン美味しい、すごい。なんかね、これなんですか、三等価。熱い、熱い、うん、美味しい。時刻4時9分、今日も美味しく、おはようございます、行ってきます。